回はパンジャーボンバーズ12投目公演、レジェンドオブサトミ、南総サトミ発見伝本番まで1ヶ月を切ったということで、サトミトークをしていきます。はい、そして今回はゲストをお呼びしております。カモン、お願いします。お願いします。質問をね、いろいろ用意させてもらったので、はい、答えていただけたらなと思います。はい、これを見ている方には2人のこと知らないよっていう方もいると思うので、皆さんに向けた簡単な自己紹介をお願いします。はい、椎の木美桜と申します。趣味は漫画を読むことが好きです。好きな漫画は何ですか？で、一番好きな漫画はめっちゃ結構王道になっちゃうんですけど僕のヒーローアカデミアが一番好きです。よし。特技はダンスが特技です。ダンスが特技なのと、あと殺陣をやっています。好きな食べ物はオムライスです。はい、松井陽と申します。今18歳で来月19歳になります。同い年です。そうです、19歳、はい、同い年1個です趣味は、カメラで写真を撮ること。もうカメラ、一眼レフを持っています。好きなものはディズニーオタクです。なのでディズニーならば何でも聞いてくださいそこまでいかないかもしれない好きなキャラクターとか。キャラクターはもうごめんなさい、王道でミニーちゃんです。おー、はい、でプリンセスならジャスミンが一番。おー、アラジンが大好きです。好きな食べ物はアボカドです。それでは続いての質問、はい、2人は今回のキャスト陣の中で唯一のダブルキャストですが、ダブルキャストについてどう思いますか？ダブルキャスト、なんか私自身ダブルキャストが初めてで、もともとようちゃんとはね知ってはいたんですけど、稽古始まってからちゃんと話すようになったりとかして、もう全く違う浜地になるかなって思ってたんですけど、意外と稽古が始まったらりょうさんに指摘されることとかが同じようなことが多かったりとかしてなんか意外とね、すごい話があったりとか気が合うんですよ、こう見えてだから本当になんかようちゃんがダブルキャストで良かったなってすごい私は思います。嬉しい。私はなんか前にも出させていただいたのもトリプルキャストだったりして、一人ワンマンっていうのはなくて、で今回のダブルキャストなんですけど、やっぱりこう同じ役で違う人がいると、お互い高め合えるじゃないけど、相手がなんだろう、こうしてくるんだっていうのもすごい学べたりして、人より学べることが倍っていうのがすごい嬉しいなと思って、今回もみおちゃんがたくさん吸収させていただきますので本当に本当に総助的にもその2人がそれぞれ順番にね絡ませていただいてるんですけども、やっぱり与えてくるものがそれぞれ違って私も勉強になるっていうかすごい楽しいですね。2人は同じ役ですが、浜地の好きなところや自分との共通点はありますか？好きなところは本当に明るくって、もう誰にでも好かれるような性格をしてるところが私はすごい好きで、私自身もそういう女になりたいってずっともう常日頃から思ってるし、明るく振る舞おうっていうのは常日頃から意識してるんですけど、もう浜地はなんか誰に対しても偏見がなく、誰に対しても同じ対応ができるっていうのがすごいいいところだなって思ってて、私と同じところはなんか一回これって決めたらどんなに危険な道でも苦労するだろうなって思うことでも突き進むところは、ちょっとおこがましいな、似てるっていうかかなって思いますね。私浜地の好きなところはなんかもうよくわかんないけど、シノが好きなところ本当になんかそのみおちゃんも言ってたけど、明るくてまっすぐで本当に人を愛せる人、どんな人でも愛せるっていうところが本当に浜地素敵だなって思って、浜地と私が似てるとこ何だろう、なんかそのまっすぐなところ、みおちゃんと似ちゃうんですけど、やっぱりその明るくてまっすぐでもう本当に突き進むっていうところとか、性格の良さもう本当にお嬢様っていうところ、ここ似てるとこじゃない？いや似てますよ、本当、すごい似てますか、嬉しい。多分自分と共通点がそれが本当に合ってるからこそ生きてるのかなって思う。最後に本番に向けての意気込みをお願いします。今回私はちくさ座っていう舞台が初めて出させていただくんですけど、今まで出てきた舞台とは桁違いの
スケールの大きさというかっていうのが私の中ですごいあって、もう出てる方たちも本当に素晴らしい、尊敬する方たちばかりで、プレッシャーとか不安とかが正直あるんですけど、頑張ります。私もこのちくささに立たせていただくのは初めてで、すっごい大きい舞台だなって思って、ここに私が立たせていただくと本当に思ってなくって、お話をいただいた時もすごい嬉しかったんですけど、皆様に素晴らしいものを届けられるよう精一杯頑張ります。よろしくお願いします。はい、本番は9月29日から10月2日です。こちらお二人が何度も言ってくれましたが、ちくさ座になります。とても楽しい舞台となっておりますので、ぜひお越しください。はい、来てー。これあかりさんとこよみちゃんのバージョンはあるんですか？まだ企画してないね。はい、じゃあそれがもしやることになったら私たちがやるの。そうなった場合はちゃんと答えられるように考えてます。